このチャンネルをね登録していただいた方ありがとうございました。で500人ね到達したんで、広告収入は得られないんですけどね、収益化審査みたいのがあるんですね。でそれをちょっとこれからやっていきたいなと思います。まあ4年間ですね、約4年間やってきましたけどね、まあ本当にね、まあ2500本ね動画を上げて、まあやっと500というところでね、まあ長かったっちゃ長かったんですけどね、でも苦しいとかね辛いとかって思ったことはね一度もなくてですね、まあここまで来れました。でチャンネルがね100人以下の時からいろんな方々にねコメントいただきましたね。怪獣ヘンリーさんであったり、黒帽子の映像道場さんであったり、あとは前はね柏原神宮前ゆきさんだったと思うんですけどね、区間急行柏原神宮前ゆきさんだったと思うんですけど、まあ今オガリサさんというユーザー名が変わられましたけどね、まあオガリサさんであったり、あとは流しドリーム景品急行さんであったりとか、ウィル・クラークさんであったりとかね、まあ、あとは、印象に残ってるコメントとしてはですね、電車大好きプラレールがいっぱいのね、踏切事故教えてくれた電鉄のムチローさんって方のね、コメントもすごいインパクトに残ってですね、本当に100人以下の時からコメントいただいた方は、まあ、本当によりね、感謝をしています。ありがとうございました。で、本当にね、このチャンネルの登録者が10人以下、の時からね、コメントしていただいた、怪獣ヘンリーさんとね、黒帽子の映像道場さんにはね、特に本当に良くしていただいたなと思います。で、なんですが、これからね、収益審査、まあ、落ちても、合格しても、通ってもですね、次動画にする予定なんですけどね、試しにやってみてね、申し込んでからどれぐらいで返信が来て、通るか通らないかですね、このチャンネルで。まあ、そこをちょっと、実験的な意味でね。まあ動画のネタになるかなと思いましてですね。まあそんな感じで、ちょっと動画を投稿していきたいなと思います。まあ今まで通りね、収益審査通りましょうがね、通らなくてもですね、今までのスタイルと動画のスタイルはね、変えませんのでね、まあこれからも気楽にね、見ていただければなと思います。以上、西でした。チャンネル登録者数がですね、500人に到達すると審査が受けられるみたいなんでね、これからね申し込みをしたいと思います。で審査を受けるにあたってね、まあ誰でも簡単に受かるものではなくてですね、まあオリジナルコンテンツっていうのがありますね。オリジナルコンテンツ登録者の購入、相互登録、収益化ポリシーみたいのがあってですね、まあ大きくまとめると3つかなと。でオリジナルコンテンツなんですけどね、まあこのチャンネルゲーム実況が主なんで、簡単に言ってしまえば電車で追うというふんどしで登録者を稼がせてもらってるっていうところで、この著作権の部分ですよね。でオリジナルコンテンツではないというね。でこの登録者集まったのもですね、自分の力ではなくてですね、電車で追うの力なんで、オリジナルコンテンツとはちょっとかけ離れてるのかなっていうところありますね。これはちょっと三角ですね。2つ目が登録者の購入ですね。まあ、メルカリとかね、ヤフオクで1万とか2万とか3万で登録者が500人とか1000人とかメルカリヤフオクで売ってるらしいんですけどね。まあこれはやってないんでね、これは胸張ってやってないと言える唯一の点ですね。で、3、相互登録ですね。相互登録もね、まあやっては、相互登録してくださいとは言ってないんですけど、ちょっと不安要素がありましてですね、まあこれからちょっとパソコン画面を通してね、話したいと思います。相互登録のですね、不安要素といたしましたですね、これはですね、まあ、YouTube の動画投稿してる人だったらね、よく目にする画面なんですけど、チャンネルのダッシュボードっていうのがあってですね、その下ですね、最近のチャンネル登録者というのが表示されています。で、なんで表示されてるかっていうとですね、まあ僕、登録したチャンネルを僕以外の方も閲覧できる状態にしてあるんですね。だから公開設定にしてあると、この今表示されている方々も自分が登録したチャンネルを他の人が閲覧できる設定にしてある方々、何が問題かっていうとね、チャンネル登録者数ゼロの人もチャンネル登録しちゃってるんですよね。だから全く動画投稿してない人もチャンネル登録しちゃってるんで、そこがちょっと相互登録みたいな状態になってますね。チャンネル登録して、まあ僕もチャンネル登録をしてる状態なんで、相互登録という状態にはなってしまいますよね。不安材料を挙げるとしたらここですよね。で、黒帽子の映像道場さん。あ、この方はですね、もう、僕、このチャンネルがね、10人以下の時からね、コメントいただいてる方なんですけどね。さっき見たの 701K。
酒田駅発車ってね、確かこれさっき見てるような気がするんだよね。懐かしいですね、701系ね。僕も青森駅でよく見たかな。まあ、高評価をしてるね、OK。まあ、こういう感じで。あ、こんな感じですね。登録チャンネルって、黒帽子の映像道場さんも登録チャンネルって、黒帽子の映像道場さん以外の方もこうやって登録チャンネルが閲覧できる設定になっているっていうので、さっきのチャンネルボードでこの方たちは自分の登録チャンネルも他の人が閲覧できる状態の設定にしてあるということですね。で、全く動画見てないかっていうとですね、時間の許す限りはね、なるべくこの方々たちの投稿した動画をね、見るようにしてます。で、その動画を見るためには、まあ、登録チャンネルってあるんですけどね、まあ、ここのボタンをクリックするとね、まあ、いろんな方の動画を見ることができるんですけどね、最近ほとんど見てないね。あ、名越ドリーム研究子さんやってる。これ見たんだな。117系海賊サンライナー、福潮船直通さん、相変わらずだね。確かに、今日のおやつとかってタイトルでね、なんか3秒ぐらいの動画上げたりしてるんですよね。これもいいなっていう、こういうやり方もいいなっては思うんだけどね。あ、いいね押しておきますね。まあ、そういうところなんですよね。岡山電車区の様子。なんだ？岡山電車区。あ、まあ、黄色い電車。何系なのあれ？あ、117系ってことか、あれ。なんかサムネのあれと一緒だね。あ、でも顔は違うね。お、いろいろなものがありますね。まあ、こういうふうにいろんな人がいます。まあ、これで審査が通るかどうかですね。で、審査通っても落ちてもまた動画上げますんでね。で、審査通らなかった場合、まあ、よくね、他の YouTuber さんだと収益化ポリシーっていうのがあってですね、まあ、それに沿って動画を消したりなんだりするんですけどね。あ、僕はもうやらないかなと。僕はもうこれでダメだったらもうやらないかなっていうところでね。まあ、試しにやってみて、通ったらね、審査に通ったらラッキーで、審査に通らなかったらまあしょうがないかぐらいで、もうやらないか。落ちるとね、1ヶ月後また再挑戦できるんですけどね。だから、できるまでやるか。あえて全然スタイルも何も改善しないで、受かるまでやるか。っていう感じでやっていこうかなと思います。多分ね、合格率は30%ぐらいかな。胸張って言えるの、登録者買ってないっていうね。それだけだからね。まあ、その辺かなっていうところですね。はい、じゃあこれからですね、申し込みをね、したいと思います。で、その前にやったのがですね、2段階認証の進めて、申し込み前になんか2段階認証、まあ、僕してなかったんですけどね、まあ、簡単に言ってしまうと、ログイン、YouTube のログインページを押せば、すぐログインできる状態だったんですけど、それにもう一手間、ログインするために手間が必要になるのかなと。ちょっとね、まだ、どういう感じかは分かんないんですけど、どういう感じかは分かんないんですけど、おそらく YouTube のログイン画面を押して、多分携帯電話の番号を登録したんですけど、ログインしたら認証番号が携帯のメールにも届いて、それでその携帯に届いた番号、認証番号を入力したらやっとログインできるっていう感じなのかな。だから2段階認証ってやつなんじゃないかなと思います。まあ、今2段階認証やんないと収益化できない仕組みになってるんですかね。まあ、ヒカルさんも確かね、それで乗っ取られたんですよね。2段階認証やんなくて乗っ取られたことがあるんでね。まあ、そのあたりから改善されてきてるのかなと思います。だから昔は2段階認証しなくても収益化の申し込みができたという感じなんですかね。まあ、収益化といってもですね、動画でよく流れる広告の収益化ではなくてね、まあ、動画で流れる広告でね、広告収入を得るってなると、また1000人の4000時間必要になってくる。それかショート動画1000万回。まあ、厳しいですね。この条件は言ってんだけどね、この4000時間っていうのはね、チャンネル開設して2年ぐらい、2、3年で確か全然到達してるんですけどね、このチャンネル登録者数っていうのがね、すごいハードル高い。今ですね、2023年の12月18日11時19分なんでね、申し込んでみます。で、ああ、そういうことか。じゃあちょっと一回ね、まだあるんだね。じゃあちょっと一回止めます。YouTube の収益化なんですけどね、ステップ1、基本規定を確認する。これはただ確認するだけですね。で、Google AdSense に申し込まなきゃいけないっていうので、名前とか住所とか携帯番号を打ったと思うんですけどね、これで、まあ、
なんか承認が必要みたいですね。これ1日から、まあ、2、3週間かかる場合もあるっていうことで、まあ、承認待ちになりますね。だからすぐ作れるもんじゃないっていうことですね。まあ、それがここまでの経過です。先ほどですね Google AdSense に申し込んでなんか完了になってましたね。だからもうこれが完了しちゃうともう自動的にステップ3に移行する形ですね。まあ、変わった点としてはですね、コンテンツじゃないな、ダッシュボードだったかな、ダッシュボード、チャンネルのアナリティクスで、ここに収益タブがね出てきたなっていう、これが増えましたね。まあ0円なんでね、なんか収益は公開しない方がいいっては言ってたんですけどね、まあ0円なんでいいでしょう。まあこういう感じでなんか収益のタブが増えました。ということでね、まあこれからどうなるのか、まあ合格率はね、審査通る確率 30% ぐらいかなっていうのがね思ってるんでね、これがまあこんな状態でね審査が通るのかどうかっていう、まあ実験的な意味も込めてですね、まあこの動画を残しておきたいと思います。